ようやく夏の到来です。気象庁は関東甲信地方の梅雨明けを発表しました。関東南部を中心に朝から日差しが出ていて、東京都心は午前10時半ごろ9日ぶりに30度を突破しました。この先も晴れる日が多いことから、気象庁は先ほど関東甲信地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。平年より7日遅く、9年ぶりに遅い梅雨明けとなりました。また梅雨の期間は53日間で、統計開始以来4番目に長い記録です。